こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきたいと思います。今日も信長さんという方の書いた成功は気にしない人だけは手に入れるという本の、ところから読み上げて紹介していきます。ストレスの真の正体は君自身だ。人の目を気にして最大の損失となるものは何か。自分が周囲からどう評価されているかが気になって仕方がないと悩んでる人は多いと思う。そういう人は次のような行動をとってしまうはずだ。他人の評価を気にするあまり思いのままにのびのびと振る舞えていない。場の空気や人の意見に左右されがちで自分の意見が言えない。あれこれと迷った末に結局いつもと同じような行動をとってしまう。君がこんな状態でいるのであれば、ただ普通に生活しているだけでもストレスがたまる一方だろう。例えばだが、周りを気にしてばかりいる人と自分らしく堂々としている人がいるとする。どちらが素敵でかっこよく一緒に仕事をしたいと思うだろうか。考えるまでもないだろう。そのぐらい人の目を気にするのは意味がないことなのだ。ということです。まあ、人の目が非常に気になるという方がいると、他人の評価を気にするあまり思いのままにのびのびと振る舞えない。場の空気や人の意見に左右されがちで自分の意見が言えない。あれこれ迷った末に結局いつもと同じような行動をとってしまうと、こういう方がいるってことですね。まあ、私はこういうタイプじゃないんで、我が道を行く人間でずっと生きてきちゃったんで、まあ、あんまり他人の評価はどうだって、そんなに気にならないってこともないんですけども、まあ、気になる人はいますよね。俺が本当に他人の目なのかっていうとね、他人の目だと思ってる自分の思い込みっていうかね、自分の中にある他人の評価ってことですね。本当に客観的な評価なのかどうかわかんないけども、多分周りの人はこう思ってんだろうっていうことが頭の中でぐるぐる回ってしまって、まあ、伸び伸びと振る舞えなかったり、自分の意見が言えなかったり、まあ、いつも同じような行動をとってしまうということが、まあ、起こるんでしょうね。で、続きです。さらに人の目を気にすることによって君自身が失う大きなものがある。それはかけがえのない君の時間だ。仮に人目を気にしやすい君が近い将来起業しようと計画しているとする。そんな君は時間に追われる毎日でようやくプランの外堀を固め、よしこれで大丈夫だとなったらアクションを起こすといった方法を取ると思うが、そのやり方では起業まで何年かかるかわからない。何年も年数をかけた末にやはり無理だということになれば、せっかく起業のためにかけた大事な時間を全て無駄になってしまうだろうということです。まあ、仮に起業ってもの、まあ、起業を考える人っていうのはすごい少ないと思いますけども、人目を気にしやすい人っていうのは、まあ、結局何年も考えた上に、まあ、外堀を埋めていくと、で結局諦めると、で時間を無駄にするってことですね。で、人の目を気にすることで何の最大の損失っていうのは時間が無駄になるっていうことだってことを言ってるんですね、これね。で、続きです。ストレスを感じないようにする最良の方法。どうして起業例にとって説明したかというと、他人にどう思われているかを気にするタイプは確実に右のような行動をとるからだ。その心理には、本当にやりたいことをやるよりも人の目にどう映るかという感情が渦巻いていて、それを気にしながら行動することが多い。そうしたモヤモヤした感情、すなわちストレスから脱却するためには、まず自分が抱えるストレスから逃れることが大切だ。そんな言い方をすると身も蓋もないのかもしれないが、きちんと説明しよう。ストレスの最大の原因は言わずもがな他人の目であり、より正確に言うと他人の目を気にしすぎる君自身なのだ。ということで、まあ、ストレス、この世にあるストレスの最大の原因っていうのは他人の目だと。さらに、より正確に言うと他人の目を気にする自分自身だと。自分自身の思い込みだと。それが一番ストレス
頭の中にあるもんが一番ストレスを与えてるってことですね。まあ今ね SNS があるんで、自分で発信すると人の目っていうのすぐわかるんですね。いいねボタンを押されるっていう形で返ってくるわけですね。あのまあ Facebook でも Twitter でもですよ。だから人の目を気にしたツイートをやるわけですよ。いいねがもらえるツイートとか、いいねがもらえるようにインスタに写真をアップするとか、それがストレスになっていくってことですね。でもらえないと傷つくわけですね。なんか全然自分が価値のないように思えるとということになっちゃうってことですね。これがストレスになるということですね。より共感を得ようとするツイートをするってことですね。そうするとなんかこう社会批判とか、まあ、悪口とかなっちゃいますよね。だってそういうのは共感する人はいいねをしてくれるから。でなんか結局他人の目を気にした強い表現でまあなんか批判するってことになっちゃうと。でそれはやっぱストレスなんですね、逆にね。やってるとね、そういう形でいいねボタンを押してもらうようにしてると自分がどんどんその人の評価を織り込んだ人間になっちゃうということです。続きです。一般的にストレスを消すためにはショッピングやカラオケなど楽しいことをして気晴らしをするといいと言われているし、運動も効果が高いとよく聞く。しかしあまり知られないでいない方法であるが、ストレッサー、かっこストレスのものから逃げるというやり方がある。これはかなり効果があると私は思っている。逃げるというとなんだか卑怯な感じがしてしまうが、ちょっと表現を変えてスルーするといえば抵抗感は和らぐだろうか。気の合わない人をちょっと話をしただけで不愉快にさせられる人とはなるべく顔を合わさないようにして話さないでおく。つまりストレスになりそうな対人関係や状況から自分を切り離すのだ。これは私もよく使う手で、自分の気持ちや自分の時間を守るために大切な行為と捉え、正々堂々と実行している。ぜひ君にも試してもらいたいということです。まあストレスの元になるものから逃げるってことですね。何がストレスの元になってるか自分で分かってないケースがあるかもしれないですね。まあ年末忘年会に行くと友達と、行きたくないのに行くってことですね。で行ってストレスになるのに行くってことですよ。行かない方がいいんですよ絶対。その忘年会に行くためのお金も他のことで使った方がいいと。まあ大事な人へのなんかプレゼント代にしたらいいとか、もっと自分がストレスが低いことに使えばいいのに断れないから行くと。で行って不愉快な思いすると、会いたくもないやつと会わなきゃいけないと言うこともあるかもしれないですね。やっぱ自分本位で、夏目漱石じゃないですけど自己本位で生きないと、ストレスがどんどん溜まっていくと。だからストレスになりそうな対人関係はまあこちらからわざわざ避けるような、避けてるとバレるようなことはしなくてもいいと思いますけども、まあなんとなく都合が悪いとかいろいろあるって言ってまあ行かなきゃいいってことですね。ということですね。まあ私もね忘年会なんか行かないですけども、ただね私はツイキャスやってもそれなりにね、まあ10人以上ぐらいは来ていただけるんで、もう毎日忘年会やってるようなもんですけどね、自分の中ではね。まあだからその10人の方、まあ知ってる方もいますし、存じ上げない方もいますけど、結局そこで喋ってることとね、忘年会ってね、まあ人の話聞くっていうのはあるかもしれないですけども、まあそんな親しい人じゃなくてね、忘年会誘われても、行って何話すんだっていうね、自分の話聞かせるのも難しいし、他人の話はまあ聞いてて、ふーんって感じだったら、やっぱその2時間とか2時間半とかね、やっぱストレスになっちゃいますよね。行かなきゃよかったって言ったんですね、帰ってきてね。
とは思いますけども、そうなるともう別にね、家で酒飲んでツイキャスやったってそんな大して変わんないってことですね。それは感じますよね。もうだからもう人間関係ってやっぱ積み重ねですから、まあ全然積み重ねのないね、ゼロの人と一から関係築いていくっていうのは、その年一回の忘年会でできるわけでもないし、まあそれはね、よく、まあ人から誘われてね、まあ年一回しか会わないような人の忘年会とかもあるわけですね。そのなんか全然あんまり親しくもない人に誘われるとか、まあ世の中でやってんでしょうけど、結構ね。まあそれはそれでやってもらって結構なんですけども、まあ、だんだん、まあ比較してね、自分が大切にしたい付き合いと、別に一からね、付き合い作るところに行く好奇心があれば行ってもいいと思いますけど、まあ、忘年会が3つか4つかあると、3つか4つしか出れないっていうところで、どの忘年会に出るかっていうことを選択するになれば、やっぱり優先順位が決まってきますよね。わざわざ行きたくないものに行く必要はないし、自分の、もしかしたら行かないんで自分の時間を大切に使った方がいいのかもしれないと。やっぱりストレスっていうのは自分の、かけがえのない自分の時間が失われていくっていうことがあると。さらに他人の目がストレスだと。いうことがあるってことですね。で、最後ですね。ストレスを感じないようにする一番の方法とは、逃げる、もしくはスルーすることって書いてあります。まあ何がストレスになってるか自分でもわかんないっていうケースがあると。でも本当のストレスの正体は自分自身だと。決断できない自分自身だと。思いのままに伸び伸び振る舞えないところに行ってしまうと。自分の意見が言えないところに行ってしまうと。あるいは行きたくないのに、なんとなく断る勇気がなくて行ってしまうと。こういう自分の選択が、一番ストレスなんですよってことを書いておられるということです。なかなか、まあ、いいこと書いてあるなと思いました。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。